結局最強なのか。あ、てかさ、なんぞりさ、ずっと気になってたことがあるんだけどさ、広告ツイートなんていうの、あの告知ツイートでさ、再掲するときリツイートが見やすいのか、それともリプライ、自分の宣伝ツイートにリプライで今日あげです、朝のあげですみたいなさ言ってるじゃん。あれってさ、どっちがいいの？っていうか両方ともさ、通知は来るの？あ、ツリーにされる、リプツリーにすると通知来ないんだ。へぇー、引用がいい。あー、引用。でもさ、なんかさ、あの告知ツイートの、あのよそでしてもらった告知ツイートの引用の引用みたいな感じでさ、美しくないさ、階層ができてるじゃん。そう、無限引用が発生するじゃん。美しさ求めてない人、いや意外と引用元のさ、一番大事なところさ、見逃してしまいがちじゃない？あの引用の引用の引用みたいな感じになってくるとさ、元ツイを何回も引用した方がええってでも一番最初に引用してあのツイートした文章が一番告知ツイートとして、あのなんか可愛く時間をかけて手塩にかけて育てたやつだから、いいツイートだから、それを見てほしくて。なんで引用の上から引用しようとしちゃう、新たにじゃあ毎回ツイートするの？メンションしたらさすがに反応するんじゃない？オタク一人一人にメンションで、あのこれあのリマインドですって、あのコラボがあるんですけど、よろしければどうぞみたいなオタク全員をリストで管理しなきゃいけない、あの何か商品が出たぞ、メールマガジンじゃねえかメールマガジンじゃねえか、告知何かあの商品の発売などがあった際に、あの個別で連絡が欲しい方はここにチェックを入れていただけると、名取さんからリプライが届きますよと。結局メルマガって最強なのか。